イズムの効果夏目漱石。大抵のイズムと歌手儀とかいうものは、無数の事実を、几帳面な男が束にして、頭の抽出へ入れやすいようにこしらえてくれたものである。ひとまとめにきちりと片付いている代わりには、出すのが億劫になったり、解くのに手数がかかったりするので、いざという場合には間に合わないことが多い。大抵のイズムは、この点において、実生活上の行為を直接に支配するために作られたる指南者というよりは、 個人のの知識欲を満たすたすめの統一箱である文章ではなくって地引きである。同時に、多くのイズムは、霊細の類齢が、比較的緻密な図のうにろ化されて凝結した時に取る一種の形である。形と言わんよりは、むしろ輪郭である。中身のないものである。中身を捨てて輪郭だけを畳み込むのは、天倒線を背負う代わりに、地平を懐にすると、同じく、小さな人間として軽便だからである。この意味において、イズムは、 会社の決算報告に比較すべきものである。さらに、生徒の学年成績に匹敵すべきものである。わずか1行の数字の理面に、わずか2位の得点の背景に、ほとんどありのままには繰り返しがたき、多くの時とことと人間と、その人間の努力と、引きと成敗とが潜んでいる。従って、イズムは、すでに計過ごせる事実を土台として成立するものである。過去を総束するものである。経験の歴史を簡略にするものである。 与えられたる事実の輪郭である。型である。この型をもって未来に望むのは、天の展開する未来の内容を、人の頭でこしらえた器に盛り負わせようと、あらかじめ待ち設けると、一般である。機械的な自然界の現象のうち、最も単調な重複を厭わざる者には、すぐ、この型を応用して、実生活の便宜を図ることができるかもしれない。科学者の研究が未来に反射するというのはこのためである。しかし、 人間精神上の生活において、個人が、もし、一イズムに支配されんとするとき、個人は、自家に与えられたる輪郭のために生存するの苦痛を感じるものである。単に与えられたる輪郭の方便として生存するのは、形外のために、機械の用をなすと一般だからである。そのとき、我が精神の発展が、自己天然の法則に従って、自己に真実なる輪郭を、自らと自らに付与し得ざる屈辱を憤ることさえある。精神が、 この屈辱を感じる時五人は、これを、過去の輪郭がまさに崩れんとする前兆と見る。未来に、引き伸ばしがたきものを引き伸ばして、無理にあるいは盲目的に利用せんとしたる在下と見る。過去は、これらのイズムによって支配せられたるがゆえに、これからもまた、このイズムに支配せられざるべからずと奥断して、一短期の過程より得たる輪郭を、胸に、隠して、すべてを断然とする者は、スを抱いて高さを測り、かねて長さを測らんとするがのとき、暴挙である。 自然主義なるものが起こって、すでに、5、6年になる。これを口にする人は、みんな、それぞれの根拠あってのことと思う。我が知る限りにおいては、また、我が了解し得たる限りにおいては、了解し得ざる論議は、しばらくおいて、必ずしも非難すべき点ばかりはない。けれども、自然主義もまた、一つのイズムである。人生上、芸術上、共に、一種の因果によって、西洋に発展した歴史の断面を、 輪郭にしして白菜した品物である五人がこの輪郭の中身をつる人の人間に変えて牛編第四水準二の八十の十八、するために生きているのでないことは明らかである。五人の活力発展の内容が、自然にこの輪郭を描いたとき、初めて、自然主義に意義が生ずるのである。一般の世間は自然主義を嫌っている。自然主義者は、これを永久の真理のごとくに言いまして、五人生活の前面に、 るるって強いんとしつつある自然主義者にして今少し手強くまた今少し根気よく盲信したなら自ら覆るの未来を早めつつあることに気がつくだろう人生の全局面を覆う大輪郭を描いて未来をその中に追い込もうとするよりも亡ばたる輪郭中の一小編を堅固に恥じしてそこに自然主義の高級を認識してもらう方が彼らのために得策ではなかろうかと思う明治 23東京朝日新聞。